はい、こんばんは。サーバージュールテン将軍でプレイしています、ハルポンです。今回の動画も前回に引き続きシーズン6舞台編成紹介初期バージョンということで、やっていきます。で、今回は SP 諸葛亮を、中心とした舞台編成になってます。では早速舞台編成の画面に移っていきたいと思います。はい、首相を SP 諸葛亮、副将に関法政といった槍編成になっています。では早速先鋒の方なんですけど、 SP 諸葛亮は混迷乱情と噴死鋭類ですね。で、兵法書は英法回避にしてまして、戦闘開始後2ターンね、10% 回避効果をつけるってやつですね。で、主勢と防備つけて火ダメを抑えようっていう形になってます。で、カウの方は総戦尺戦、こちらシーズン6から出てきた事件戦法ですね。で、水路断絶、こちらもシーズン6から出てきた事件戦法。はい。で、兵法書は高祖不備と希望妙算という形になってます。高祖不備でダメージ量を上げようっていう感じですね。で、法政の方は八門僅差の陣と残飛になってます。で、兵法書は将兵支援、法政の固有が回復戦法なので将兵支援にしてます。で、霊軍で味方のダメージを上げつつ百戦で法政の固有を 3% 上げるっていう形ですね。はい、編成はこういう形になります。では次コンセプトの方を話していきたいと思います。はい、コンセプトの方、一つ目は回復無効化編成ということで、先ほど見せた舞台編成の中に噴死鋭類と水路断絶の2つの戦法があったかと思います。こちら両方ともね、ダメージを与えつつ相手を回復無効化状態にする戦法になってます。シーズンがねどんどん、進んでいく中で、回復戦法っていうのがすごい増えてきて、例えば、籠城自主だったり、奮戦力投とかね、そういった回復戦法増えてますし、で、今回で言うと総戦尺戦とかも、回復戦法になってますよね、一応。で、あとは既存からある、背中打営だったり肩骨両毒とかそういった回復戦法もあるので、回復無効化自体の需要がすごい上がってるなと個人的には思ってて、今回の回復無効化編成を考えたという形になってます。はい。で、ちょっと長く喋りましたけど、相手をね回復無効化していこうという感じです。で、2つ目は諸葛亮を先行状態にして諸葛亮のね固有をしっかり活かしていこうという形です。SP 諸葛亮の固有っていうのが、味方のねアクティブ戦法の発動率を 100% に、しつつ、それがね発動できたら計略ダメージを与えるっていうものなんですけど、諸葛亮が関法政より先に行動しないと一旦ねもったいない形になっちゃうんですよ。諸葛亮が行動した時にその関か法政のね固有の発動率を 100% にするかどうかを決めるので、関羽と法政から先に行動してしまったら、3番目にね諸葛亮が行動して関羽の固有発動率を 100% にしましたってなっても、その効果は関羽のね2ターン目からしか使えないのでちょっともったいない形になっちゃうんですよね。はい。あと、諸葛亮につけてた混迷乱情、あれは相手のねステータスを下げて諸葛亮のステータスを上げる戦法なんですけど、諸葛亮先に動かして諸葛亮のね、
速度を上げつつ相手をしっかりねステダウンさせてからカウンでダメージ与えたりした方が絶対にいいので、ショック先行状態にしていくっていう形ですね。八門金舎の陣使って先行状態にしていくっていう形です。で、3つ目は八門金舎の陣と残飛で序盤のダメージを減少って形ですね。八門金舎の陣は、先行状態にするっていう効果もあるんですけど、相手の4ダメを抑える効果もあるので法政にねつけてます。知略依存です。はい。で残飛で火ダメを抑えていこうって感じですね。で、4番目はカウント諸葛亮の火力役で攻めるっていう感じですね。ちょっとなんか日本語おかしいですね、すいません。カウン、水路断絶とカウンの固有のダメージ量と諸葛亮のね固有のダメージと、フンシエルのね計略ダメージで攻めていこうという形になってます。はい。では、続きまして戦法代替案の方を喋っていきたいと思います。はい。戦法代替案一つ目は総戦尺戦をですね虚水断強だったり豪遊無比に変えてもいいのかなと思います。総戦尺戦でねしっかり回復しつつ味方のね状態異常をなくすっていう効果も強いんですけど、虚水断強入れて火力を増やしてもいいし、で豪遊無比でねカウの固有と水路断絶の火力を上げるっていう形でもいいと思います。で2つ目は総戦尺戦は奇形両棒ですね。こちらは残飛みたいな形で火ダメを抑えるやつなんですけど、速度依存なのでカウにつける形にしてます。で奇形両棒入れるんだったら、残飛とかはね外してもいいかな、外してもっていうか外すべきですね。はい。でその代わり残飛に何つけるかっていうと、4つ目に書いてあるんですけど青春兵とかつけて、ダメージ量を全体的に上げるっていう形でもいいのかなと思います。で3つ目は残飛を魚敵ですね。残飛の回護感ですね。はい。残飛自体の需要がすごい高いので投影編成とかに使ったりもしますしね、この編成に使ってらんねえわっていう感じだったら魚敵でもいいかなと思います。はい。でこれまでいろいろコンセプトと戦法大体案紹介してきたんですけど、個人的にはね SP 諸葛亮ってすごい扱いづらいなと思ってて、正直なんか1軍2軍3軍あたりには現段階ではなんか入ってこれないんじゃないかなって思ってるので、だから今回紹介したのも、SP 諸葛亮使うんだったらこういった使い方はどうですかっていう感じで、なんか1軍2軍3軍になれるとは思ってないので、もしね SP 諸葛亮当たってがどう使おうかなっていうなんか持て余してる方がいればこういう使い方もありなのかなと思います。カウンはね結構投影編成とかでメイン主力で使われるんですけど、法政とかはなかなか使われてないと思うので、その余った法政と余った SP 諸葛亮となんやかんや余ったカウンでこの編成組んでみるのは、いいんじゃないかなと思ってます。僕個人もなんか今作ってる1軍2軍3軍がしっかりね出来上がって4軍5軍作れる余裕ができたら、SP 諸葛亮ね手に入れてるので試していきたいなと思っています。はい。今回は、SP 諸葛亮を主将とした、中心とした部隊編成の紹介でした。終わりたいと思います。バイバーイ。